始めます。始めます。はい、ということでね、始まりました。関東ひふみ九段っていうのが流行ってると思うんですけども、今アカペラのベース界では加藤刻み九段っていうのが流行ってまして、で今日と刻み九段の出待ちの中継所にちょっと中継つながってるんで はい、今これね、もう今しか撮れないんで、写真とか今しか撮れないんですけども、2人のね、写真の方をね、ちょっと貼りたいと思います。はい、ちょっとね、短めに行きたいと思うんですけども、はい、この2人の今日対談が見れるということで、ちょっと対談の方を見ていきたいと思います。どうぞ。 刻みさんじゃないですか、私この業界結構新規なんですけど、やっぱ刻み九段のやっぱり刻みたまないですよ。どうしよう、刻みたくなっちゃった。いや、二人とも刻むんかい。刻みが、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 刻みが
あ、お前らパーティーやる準備できてるか。イエーイ。いまいちじゃん。もう一回もう一回。やっぱりできてる。やる準備はできてるか。イエーイ。はい、行きましょう。ワン、ツー、スリー。アガペラパーティー。ここで唐突な払い地ネタ6連発首筋にユッケ、ユッケドアノブにユッケガチャガチャ
けついてる。鍵穴にナッツ。え、鍵開かないんだけど、え、めっちゃナッツ詰まってるやん。え、ドアノブにもユッケ。寸止めのキック。お前、行くべ。おい、おい、シューッキって泣けてるから。全力のエール。ありがとうございました。ありがとうございました。